ふぬら人間が支配する今の地上においても例外ではない。ま、雑誌の通りだ。かつての枝人間もまた進化に伴う。なあ、リコッタたち死んじゃうのか。ええ、大変残念なことですが、ラクリモサはその時代によって異なる最悪を引き起こし、今目の前で起きている現象、古代世界への回帰こそ。今その影響は島周辺に限定されてるが、やがてこの地方全域に拡大する。こいつは太古の時代から決まってること。そんな。おうよ、冗談。わしらはここから脱出して。君たちの反応はもっともです。同情を禁じえませんが、私たちは太古より続く悠久の時の中で地上を維持するためには。ラクリモサはいわば世界の断り。あらゆる生命はその審判をただ受け入れるし。そんな。あ、お、あの人たち全員アドルニーアッターの根と同じ印ある。確かにそのようだが。あ、ダーナさん、そんな、私。どうやら自分が何者か。ラクリモサが訪れると滅びゆく種からある者が選ばれる。その者は自らが所属した種が滅ぶ様を見届け、その後も繰り返される選択と淘汰を。それが私たち進化の森人と呼ばれる存在だ。ダーナ、てめえはエタニア時代に選ばれた進化の森人。本来ならばわしらの仲間ってことだ。ダーナさんが、それじゃあ。アドル、君の腕に浮かんだ紋章も紛れもなく森人の証だから、こうして迎えに来たのです。一体何だってアドルがそんなもんに。滅びゆく種の中で最も輝く魂を、そして選ばれた以上はその定めを覆すことなどできやせん。無駄な抵抗はやめて。そんなことは許すわけには参りません。涙ぐましいものよの。まあ、突然の話で驚いていることでしょう。今日のところはこれで失礼させてもらいますよ。だが、いずれまた迎えに来るぜ、アドルとやら。ダーナも、いずれまた会おう。お待ちなさい。
こっちだ。オルガちゃん。事故でこの子は一命を取り留めましたが、もう一人の子は、そんな、泣かないで巫女様。ミーアちゃんはね、私をかばってくれたんだよ。シーアちゃん、私ずっと心のどこかでミーアちゃんみたいになりたかった。明るくて元気なお姉ちゃん。でも最後に言ってくれたの、ずっとシーアの胸の中にいるからって。だから私は大丈夫だよ。
よ。もうゆっくり休んで、シーアちゃん。絶対に良くならなくちゃダメだよ。はい。それとね、どうかお母さんを許してあげてね。お母さんも本当は分かってるはずだから。私にはまだやるべきことがある。今は行かないと。大丈夫そうだね。まだ泣いてはダメ。おい見ろ、あれじゃねえか。いたぞ巫女だ、大樹の巫女だぞ。しまった。巫女様、なぜ逃げ回るんで。やっぱりやましいことがあんだな。そういやあんた、巫女のくせによく町をうろうろしてたよな。子供と遊んだり、市場なんかに出入りしたり、自分の役目を軽んじやがって。だからこんなことになっちまったんだ。そうだ、あんたが強制を呼んだんだ、この魔女め。娘を返して。ミーアはあなたが殺したのよ。皆さん落ち着いてください。私は決してそのようなことはなかったと本当に言い切れますか。ラステル、巫女様、答えてください。なぜこんなことになったんです。どうしてエダニアを、僕たちを守ってくれなかったんだ。ラステル、父の遺体が見つかりました。星によってうがたれたあの大穴の近くで。ドランが…そうでした。ラステル、私はまだあなたの問いに答えることができません。でも何よりも知りたい。巫女として、彼らの友人として、彼らがなぜ命を落とさねばならなかったのか、そしてどうすればエタニアを、みんなを救えるのかを。巫女様、まだ希望はついえていません。私は胎児の巫女ダーナ。人々を守り、エタニアを導く存在。その使命を一時たりとも忘れたことはありません。たとえこの命尽きようとも、真実を知らなくてはならないのです。さあ、ここを通してください。